あやかさくらのさくらじょうです。はい、小野さん今日もどうぞよろしくお願いします。こちらこそまた、はい、よろしくどうぞよろしくお願いします。あの昭和の時代っていうとね、小野さん、はい、やっぱりこう避けて通れないのが、はい、あのオーディション番組中でもスター誕生という番組かなと思うんですね。そうするとやっぱり必然的にアイドルのお話になるかと思うんですが、はい、スター誕生からスカウトされて、うん、ホリプロに行ったタレントさんって、山口百恵さん私分かります。あとどんな方がいらっしゃいました？あとですね、森まさ子が第一期生ですよね。あ、そっちの方が先なんですね。そうです、はい、で片平もそうですね。で何人かいるんですが、はい、まあオーディション番組がすごく多くて、なぜか日本テレビの人脈と堀さんとの縁があって、はい、そこには渡辺プロが存在しなくて、あ、渡辺プロは今度は8チャンネルとだったと思うんですが、そちらと後にあなたをスターにだったかな、はい、っていう番組をやっぱり危惧して作ら、はい、それもオーディション番組。そうです。でもやっぱ当時は下田が天下取ってましたね。ですよね。私でも記憶にやっぱりスター誕生、スタタンって言ってた、なんかそれがどっか記憶の隅にあるぐらいですから。あのなんかね、あのスカウこう歌ったりパフォーマンスした後に、こうプラカードをこう上げるんですよね、うん、確かね。でその時に、何本上がったとかいうのがまたその見る側にとっては楽しみな、将来楽しみなところになるんでしょうけども。はいはい、うん、で、まず最初に森まさ子さんがいて、で、片平なぎささんの次ですか？いやいや、その後だから、結果的に桃江が入ってきますよね。そっか、ね、はいはい。でまた片平はその後だと思いますが、そうなんですね。うん、なんかやっぱりこう芸能界に関わらず3つっていう数字を揃えるのがなんとなくね日本人好きですよね。でやっぱり日本人というよりね、はい、芸能界でそれを使って成功したのが鍋プロ3人娘っていう始まりなんですよ。伊藤、ちなみに メンバーを伊藤ゆかりさん、ゆかりさん、中尾美恵さんでした、はいはい、で園真理さんだっけな。あ、やっぱりそれぞれやっぱり創業ね、プロダクションとしてはね、創業プロダクション業界の中では鍋プロが1位だったですから、うん、鍋プロ3年娘っていうことをコピーして、はいはい、堀さんは堀プロ3人娘を作ろうとしたんじゃないでしょうか。なるほど、堀プロ3人娘は、はい、森まさ子さんはもちろん、それから、山口百恵さんが後ですが、はい、当初森まさ子、石川さゆり、を含めては桜田淳子さんを入れようとしたんですよ。あ、百恵さんじゃなくって、はい、桜田淳子さん、はい、本当に、ええ、でここに私石川さゆりさんが上がってきてるのもちょっとと思ったんですけど、でデビュー早かったし、あのそうですか、多分8チャンネルの、これはサタンじゃなくて8チャンネルのね、歌番組からスカウトして、なるほど、石川さゆりっていうのがいて、はい、ここで、まあホリプロ3人娘を作ろうとしたんですね、純子さんをスカウトして、はいはい。でもこれは総合は簡単にはいかないですね、日本テレビとしては。この3人を集めるのに、3人をホリプロに集めるには、うん、ちょっとホリプロに偏りすぎると、はあ、ね、はあ、こ
からやっぱりこれレコード会社プロダクションの格闘が始まった中で、はい、結局日本テレビの、まあ、力なんでしょうか、はい、サンミュージック確かビクター音楽産業でしたっけレコード会社、そういう形になったんですよね。だから俺さん悔しかったと思いますよ、あの桜田淳子さんがサンミュージックに行ったことによって、へえ、うん、だからあの本当にこうなんかあの図式がやっぱりあるんですね、うん、こことここが仲良し、うん、こことここが仲良しっていうような、うん、なんかそういったところがなんかね、あのそうです、うん、旗あげてました、ああそうでしたか、うん、で桜田淳子さんはまあそういった力関係の中でホリプロさんが取れなくって、うん、で山口百恵さん、その中で旗と考えたのが、はい、あれ、まあこれは堀さんがものの本に書いてあったと思うんですけれども、旗と考えて純子ちゃんよりはちょっと重い雰囲気なんだけれども、うん、なんとなく雰囲気は持ってると、なるほど、いうことで、うん、桃江ちゃんを、うん、まあスカウトした、そっか、後に後にあんなに伝説化するとは誰も気づかずにってとこですよね、そうだったと思いますよ、だって本当は純子さん欲しかった、でもうんうん、この子もうんうん魅力あるだろっていうところですもんね、と思います。で当初こんなにスーパースターになるとは誰も思ってなかった、ホリプロ自身も不思議な感じですね、それってね、ですよね、へえ、これはやっぱりなんか私なんかの想像ですと、やっぱりあの桃江ちゃん自身のこう心の中の苦労、うん、はいはい、幼少期ね、なんか母子家庭だったって ね、なんか週刊誌で読んだ気がします、うん、新聞配達して一生懸命あの母親にね貢献して、うん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 、でやっぱり一生なんであれすれば成功するのかなと思って思い切って、うん、スター誕生、友達の推薦だったかな、うんうん、で受けてみたらしいですよ、それがまあ本当に大化けするとはホリプロも思ってなかったと思いますよ、僕は本当レジェンドですもんね、すごいですよね、本当に未だに語られる、うん、本当です、やっぱりでも本人のなんていうか資質っていうか、ええ、キャラクター性格才能を含めて、はい、持ってたんでしょうね、そうなんでしょうね、実は ね、だけどなんかなんとなくやっぱり桜田淳子さん の、うん、あのアイドル時代って思うと、うん、なんかやっぱり推しが弱いというかなんだろう、あのまあ言い方変えると暗いという言い方もできるんですかね、おとなしいというかね、なんかそんな印象はやっぱり、うんうん、否めないような気もします、そうですね、はい、そうですね、うん、どうですか事務所内で見ていて、うん、小野さんなんか印象ありましたか、いや本当に普通 の、 あのいわゆる常識を持った女性でした、一人の、ああそんな感じだったんだ、うん、本当にそっか、ね、へえ、いやだけどびっくりしましたね、あのその3人娘のメンバーが、うん、まず最初に石川さゆりさんがそのホリプロの、うんこう企画の中で実は名前が入っていたっていうことと、うんはい、でこれがねまた後に担当して津軽海峡冬景色物語になるんですよね、うん、当時私もマネージャーですから、ね、ですよね、若き24、5、6でしたっけ、寝る時間もないほどの大ヒットっていうことにつながるんだけど、でも全然その3人とかそういう問題じゃもうその時はなくなってますもんね、そうですね、19歳でしたよね確かその時ね、そうですね、で、石川さゆりさんがいて森まさ子さんがいて、はい、で山口百恵さんがそこに入って、はいはい、本当はここの3人にしたかったと、そうです、
でここにまた力関係があるんですね、うん、あるんですよ、ね、私たちの知らないところにやっぱりテレビ局ってね強かったですから、そっか以前はそうだったんですね、本当にそうです、なるほどね、いや知られざるお話聞きました、ありがとうございます、いえいえ